陝西省省略市のある村は9日、衛星の残骸に襲われました。衛星の残骸は民家に、わずか2メートルしか離れていないところに命中しました。中国公式メディアの報道によると、陝西省省略市丹峰県で9日、衛星の残骸とみられるものが落下したといいます。地元の村民は、朝6時50分ごろ、衛星の残骸が落ちてきて、大量の煙が生じました。現在、煙はすでになくなり、残骸しか残っていないと述べました。地元の村幹部は、衛星の落下による村の被害はないと強調したが、ネットユーザーが投稿した動画によると、衛星が落下した場所から、わずか2メートルしか離れていないところに、民家があることが分かりました。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.